星のシュート、今当たりましたかね、ディフェンスにね。清水が少し、反応できませんでしたから、少しディフェンスに当たったようにも見えましたね。馬場からのパス、ワンクッションあって落ちたところを星が右足豪快に蹴り込みました。前半39分のゴールです。三平、そうですね、ちょっとコースが変わりましたね。これはね、ちょっとキーパーは読みづらいですね。まあ、ただシュートを打つとこういうね、そうですね、ことが起きますからね。やはりこうシュートで終わるっていうのは大事なことですね。そして馬場